ニコライ・マリウス・ディカは、ルーマニア・ピテシティ出身の元サッカー選手、元ルーマニア代表である。現サッカー指導者。現役時代のポジションは、攻撃的ミッドフィルダー、セカンドトップ。ニコライ・リチャ、ニコライ・リチャとも表記される。2006年に、ルーマニア年間最優秀選手賞を受賞するなど、ルーマニアを代表する選手の一人だった。ルーマニアでの初期。 編集ダチアピテシティ生まれ故郷ピテシティを拠点とするディビジア B のダチアピテシティから18歳の時にプロ生活を開始する。1期目は17試合5得点に終わったが、翌1999から2000シーズンにはほぼ全試合に出場し、チーム最多の14得点でクラブを4位に導いた。ダチアピテシティで50試合19得点を記録する活躍により、 ディビジアへの FC アルジェシュピテシティと契約した。アルジェシュピテシティ CS がズメーターをメディア主戦で加入後初にしてディビジア A 初出場を飾る。アドリアン・ムトとアドリアン・ネアガがそれぞれ名門の FC ディナモブカレストと FC ステアウアブカレストへ移籍後は首相を務めてチームを牽引し89試合34試合を記録するプレーに国内の競合の関心を集めた。 ステアウアブカレスト、編集2003年10月に移籍金25万ユーロで、名門 FC ステアウアブカレストと冬からの加入で、合意し、ビクトル・ピツルカ監督の指導を受けることになる。途中加入した、欧州カップ戦の方では、UEFA カップ2004から05において、初出場を飾り、前回王者バレンシア CF を破りベスト16まで、進出。 翌2005から06シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ2005から06においてローゼンボリビー系に敗れてグループリーグ進出ならずも UEFA カップ2005から06にタールシー、ランス、SC ヘイレンフェーン、レアルベティスト次々と破り宿敵 FC ラピドブカレストを下して準決勝に進出しておりミドルズブラ FC との第一戦で決勝点を挙げた。 第2戦でも、先制点を挙げ、ドリン・ゴヤンの追加点によって2から0としたが、最終的に2から4で敗退した。UEFA チャンピオンズリーグ2006から07は、FC ディナモ・キエフ、レアル・マドリード、オリンピック・リオンと同組になり厳しい戦いを強いられる中、6試合すべてに出場したリカは、最初の FC ディナモ・キエフ戦で2得点を含む4得点、1アシストを記録した。 これらの活躍に、アドリアン・ムッチュとクリスティアン・キブを抑えて、ルーマニア年間最優秀選手賞を受賞し、また、ルーマニアサッカー連盟と国内のスポーツプレス協会が選定するリーガ1年間、最優秀選手賞を、ディナモ・ブカレストのクラウディュ・ニクレスクと共に受賞した。しかし、この受賞からほどなくして一変することになる。年月日に a c エナとの 親善試合において、深刻な膝の負傷となったことでシーズン残りの大半を欠場し、自身の誕生日である5月9日の FC チェアラウル、ピアトラネアムツ戦まで離脱していた。カターニア、編集2008年6月27日、過去に支持したワルターゼンが監督率いるセリエ A のカルチョカターニアに、フアンマヌエル・バルガスの後釜として遺跡金250万ユーロの4年契約で、 合意する。加入から半年でわずか93分の出場機会に制限されており、そのために1月の遺跡市場で対談は確実かと思われていた。しかし、前が監督は、理科を手元に置いておく考えから残留が決定、そして、その後の状況が改善することはなかった。イラクリス・テッサロニケの期限付き遺跡2009年5月4日。 ステアウアで支持したオレグ・プロタソフ監督率いる、キリシャスーパーリーグのイラクリス、テッサロニケ FC へ期限付き移籍に出される。8月23日のパナシナイコス FC 戦で、初出場を飾るとともに2得点を挙げた。CFR クルジュへの期限付き移籍イラクリスで13試合3得点を、記録した後、2010年1月に、CFR クルジュへ2010年6月までの、 期限付き遺跡に出される。リーグ優勝を経験。リーグ戦で得点を生むことはできなかったが、クパロムニエー準決勝、第2戦の FC ラピドブカレスト戦で初得点を挙げた。マニサスポルへの期限付き遺跡2010年7月に、マニサスポルエ2010から11シーズン終了までの期限付き遺跡に出される。しかし、出場機会を得るのに苦戦し、12月14日に、 契約解除となった。ルーマニアに帰国、編集ステアウアブカレスト復帰カターニアとの契約は残っていたが、2010年12月20日に契約解除で退団すると、FC アストラと交渉していたが、24日に古す、ステアウアへの復帰が合意に達した。冬の中断期間中に行われた、FC シェリーフティラスポリとの親善試合において、ハットトリックを達成するなど、 好調さを見せた後、2月27日の FC、ウニベルシタテア・クラヨーバ戦で、初出場を飾り、4月5日の FC ウニレア・ウルジチェに、戦で、初得点、5月1日の FC グロリア・プログレスル、ビストリツァ戦でに得点を挙げた。また、クパ・ロムニエでは、5月11日の FC ブラショフ、戦で、同点ゴールを挙げて、決勝進出に貢献すると、25日の宿敵ディナも、 ブカレストとの決勝戦では、フリーキックで、先制点を挙げるなどで、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍で、タイトル獲得に貢献した。2010から11シーズン終了後に満了となる、契約が延長されず、6月に退団となった。ダチアミボに2011年6月23日に、CS ・ミオベニエ遺跡。 2011から12シーズン開幕前に行われた、新善試合の CS m リムニク、ビルチャ戦において、ミボニでの初得点、10月31日の CS コンコルディア・キアジナ戦において、ペナルティーキックでリーグ戦初得点を挙げた。2011年12月12日に契約解除することで、高等行為に達し、2012年1月2日に、正式に対談が決定した。 ビトルル・コンスタンツァ2012年1月22日にリーガ2の FC ビトルル・コンスタンツァと1年半契約を締結する。2012から13シーズンに13試合6得点を記録し、チームのリーガ1昇格に貢献した。現役引退後、編集2014から15シーズンに現役引退を表明し、2014年6月12日にコンスタンティン・ガルカ監督率いるフルス。 ステアウアブカレストのアシスタントに、ラウレンティウロシと共に就任する。2015年5月25日、公認のミレルラドイ監督のもとでも、引き続きアシスタントを任された。2017年5月15日、ステアウアブカレストの監督に就任した。現茶で行われた、ナイジェリア戦でのディカ2003年10月11日の、日本との親善試合で、ルーマニア代表デビューし、以来、 32試合に出場する中で2006年のキプロスとの親善試合で初得点を挙げ2007年11月21日のアルバニア戦2008年5月31日のモンテネグロ戦ではそれぞれに得点した2007年1月にクラブでの試合において負傷したことにより一時期代表から遠ざかっていたが UEFA ユーロ2008のメンバーに選出されたしかし グループリーグのフランス戦、イタリア戦、オランダ戦の3試合すべてが途中出場であり、グループリーグ2分いっぱいでチームは敗退となった。2003年11月に結婚し、第一子に、長男、第二子に長女を授かった。出展、出展、代表での得点、編集出展、2018年12月23日現在、クラブ FC ステアウアブカレスト CFR クルジュ個人。 ありがとうございます。